はい、始まりました。桜井とわの猛烈トラベル。ということで、現在、東京駅丸の内駅舎の前に来ております。現在の時刻は朝5時前。破格の値段で、東名を往復することができたので、その様子を動画にまとめていきます。それでは、行きましょう。本日まず東京駅から乗っていく路線はこちら中央線です。ということで中央線の方も上がっていきましょう。お、いるいる。中央線快速高尾行きです。停車駅は本日は休日ダイヤの関係で神田、お茶の水、四ツ谷、新宿、中野、荻窪、吉祥寺、三鷹と三鷹から先の各駅です。これが中央線のあれですね、時刻表、時間。はい、やば、眠すぎでしょ。そっか、先頭？まあ、いっか。ということで9号車乗っていきたいと思います。それでは中央線乗っていきましょう。はい。ということで、中央線に乗って品川駅に到着しました。いや、中央線品川駅通ってないのでなんでだということなんですが、小田急線が昨日発生した雷の影響で、途中の区間に停電している箇所があり、その影響で始発から運転を見合わせていました。その影響により、この後小田急線乗る予定だったんですが、ちょっと乗れなくなった影響で、急遽東海道新幹線へのルート変更を余儀なくされました。まあ、その影響により、最安値から大幅にずれる形となりますが、まあ、そこに関しては、今回は新幹線で行った実際にかかった費用と、本当だったらこの価格で行けましたよといった、まあ、最安値の費用っていうのを、二つ紹介していきたいと思います。まあ、このようにちょっといきなり朝6時前から企画倒れになってしまったんですが、まあ、これからまた、やっていきたいと思うので、まあ、ちょっとなんか、多めに許してあげてください。乗車券の区間。のためにいいよ、もうめんどくさい。ふざけんなよ、この金額。はい、ということで、こんな感じです。3740円も、もうふざけんじゃねえよ、マジで。550円でよかったんだぞ、こっちは。はい、ふざけんなよ、マジで。550円に行けるところをなんで3700円になってんだよ。ふざけんなよ、マジで。何往復できると思ってんだよ、もう。とりあえず23、24番ホーム、24番線降りていきましょう。ことの発端を言いますと、近鉄のチケット発券で、まあ、この後取りに行くんですけど、それを取りに行かなきゃいけなくなっちゃって、5日以内に。で、そうしたら5日以内に取りに行かなきゃいけない、あ、5日、8日だ、8日以内に取りに行かなきゃいけないってことになり、で、そうしたら安い方法があるということで、安い方法だったんですけど。ということで、ここからのぞみ79号博多行きの列車入線見ていきましょう。お、入ります。まもなく23番線に6時ちょうど発のぞみ79号博多行きが到着いたします。黄色い。うわ、すげえ。Thank you.
こにいたん。あ、そこに車庫があるんや。23番線に到着の列車は6時ちょうど発のぞみ79号博多行きです。この電車は途中新横浜、名古屋、京都、新大阪、新神戸、岡山、広島、徳山、小倉に止まります。 The train at track number 23ホーム先頭までやってまいりました。なっ、のぞみ79号博多行きの列車が出発していきました。ということで入ってまいりました。のぞみ273号新大阪行きです。この列車はのぞみ273号新大阪行きです。自由席は前寄りの1号車から3号車までです。もうなんか乗り越し生産してこれで名古屋まで行っちゃおうかな。来た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 。あ、ガラガラだ。レッツゴー。はい、ということで到着しました。名古屋です。違います。
雨がねがっつり降っております。なので先っぽ行けないんでここで望み273号新大阪行きの列車が出発していきます。The train at track number 3 is Hikari 631 bound for Shin Osaka via Kyoto. ということで乗っていきましょう。のぞみに1本退避を行い、光631号新大阪行きの列車は発車していきます。ドアが閉まりました。発車です。光号を出発していきました。多分当駅でのぞみ5号博多駅の列車の待避をします。うわっ、はい、S です、 S、 のぞみ5号の S で運転です。パチンっつってた。うわすげーというような感じで、まあ元取れましたね。乗っていきましょう。足元注意。到着しました。熱海です。まあ乗り換え時間30分ぐらいあるんで、まあ多少ゆっくりしたいと思います。まあ誰もいないんでね。手前が S、 奥が普通の N700 です。ということで東京発朝一番のこだま701号名古屋行きの列車が出発していきます。熱海観光でもしますか。いやーいい天気だ。あーいいね、天気いいね。いいわいいわね。ちょっと時間があるんですよ。多少時間があるんですよ。多少時間がね。そしたらはい、わー足湯いいな。足湯入りたい、足湯入りたいって思ったらね、はいご覧ください。清掃中たまる清掃中だめ、しばらくをしばしばお待ちくださいって。
ということで、あと8分ぐらいで列車入ってくるんで、改札の中入っていきましょう。来ました、東海道線沼津行きの列車です。今回は231系が導入されてるんですね。わ、結構人乗ってる。あ、乗ってるわ。あ、めっちゃ乗ってる人。何乗ってんの、なんで乗ってんのこんな。ちょっと人がたくさん乗ってるということで、先頭で行きましょう。はい、到着しました、沼津です。ということで、ちょっと急いで乗り換えていきましょう。さった峠ですね、ここがちょうど今上に登っていったのが東名高速道路、そして下が国道1号線、そして今乗っているのが東海道本線です。ちょうどさった峠のところだね。富士山。わー、ね、はい、ということで到着しました、興津で。なんで東駅で降りたのかっていうと、まあ、この列車静岡行きで静岡で豊橋方面の列車に接続するんですけど、これあんまりそのもう見てて分かるように混んでるんですよ、すごい。で、立ちが嫌だったっていうのと、その静岡から先もロングシート車両が来るので、その関係でこの興津駅で降車しました。御殿場線経由、普通静岡行きの列車が出発していきます。本当はこの列車を松田から乗るはずだったんですけど、まあいろいろあった関係で沼津からになりました。ということで移動していきましょう。東駅3番線からのこの後の列車です。これです、3番線普通浜松行きの列車です。この列車後ろ313系、まあなんで普通のロングシートなんですが、おっと、前なんかちょっと違う感じの車両がいますね。前方なんか明らかにこれ色が違うから、あ、列車が違うんだなって感じがすると思うんですけど、これはもともと中央線で走っていたセントラルライナーの車両がこっちの東海道線へ来て静岡地区で働いているという、なんとこれ転換クロスシートなんですね、車内が。いや、すごくないですか、この転換クロスシート。でこのようにあのボックスシートも備え付けられており、誰も乗ってないね。ボックスシートはなかなか大きい椅子となっております。これ転換クロスシートなんで、シートをこうやってこのように転換をさせて利用します。もう意味わかんなくないですか、これ。これまずここ行き先表示は普通列車浜松行きですって言ってる。いや、これ絶対何かあったやろって。これもともと指定と自由が表記できました。でさらに釣り革がなんとね、ここ246246計12個しかドアついてません、ね、1つで、それが3箇所なんで18個、で12×3なんでっていう感じです。いや、ボックスもいいですけどね、なかなか。まあ、ピッチはやっぱちょっと狭めなのかなって感じはしますが、ちょっと座席変更してみました。こちらボックスシートです。このボックスシートに今一人で利用しています。で、まあ設備を出発です。ちょっと説明しましょう。
ボックスシートを利用していきます。でボックスシートまあこんな感じで、で他にはあとこれカーテンですね。カーテンがこうついてて、なんかもういかにも特急って感じの車両となっております。で後ろの方車後ろの方にも席があったんですけど、先ほど見せてたちょっとそっち側はね、やっぱここのピッチ感がちょっと狭いんですよ。ならね、人いないんだったらこっち座ろうということでこっちになりました。で一応これこうすれば開けることができる、ここですね、これをこっちやって反対側もやると開けることができます。多分雨降らないんで開けた方がいいんですけど、まあちょっと案内があるまではやめていこうと思います。で目の前にあるのが JR 東海の路線図です。とりあえずこれ乗っていきましょう。終点浜松まで各駅に止まりますが乗っていきましょう。概念じゃなかった。はい、到着しました。浜松です。いやー来たね。折り返し沖津行きの列車になるようです。313系8000番台。いやー豪華でしたね。やっぱ豪華、うんって感じです。
いや、かなり快適な移動ができたと思います。で、次の列車が4番線から発車する列車で、あの列車ではないんです。あの列車が発車した後に入ってくる列車が乗る予定の列車となります。ということで降りていきましょう。はい、ということで豊橋行きの列車到着しました。ここまで使ってきた休日お出かけパスも当駅で区間が終わります。ここから先は名古屋鉄道名鉄が発売している、またこれもお得な切符がありますので、その切符を利用していきたいと思います。はい、到着しました。終点、豊橋で、目の前には岐阜行きの普通列車が止まっております。ということで、ちょっとね、時間はあるんで、まあ、見ながら、また、切符をここから新たに買わなきゃいけないんで、新たに切符買いに行きましょう。こちらですね。名古屋特割に土日という切符。これ使っていきたいと思います。はい、ということで発見しました。ホーム入っていきましょう。ですが、なんとあれ、それさっき出てきた JR のところじゃんって思うんですけど、それが合ってて、実は JR のところに名鉄の乗り場があります。ということで、豊橋駅ホームの方に降りてまいりました。これパスモとかなどの、まあ、トイカやマナカという、あの IC 系用のやつで、実際これ違くて IC 用、僕は IC ではないので入っていきます。先にどん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 ズカズカ入っていきます。そしてこの3番線が名鉄線のホーム、そして2番線1番線は飯田線のホームです。飯田線はね、7時間走る超ロングランの普通列車が走ってることで、あのおなじみですけど。ということで列車待っていきましょう。はい、ということで間もなく名鉄快速特急が入線してまいります。パノラマスーパーですね。この列車は転換クロスシートを備えた豪華な内装、 JR 東海の新快速特別快速に対抗して、かなり内装は豪華な作りとなっております。関東でいうなら京急の2100系のような作りです。それでは乗っていきましょう。快速特急新大阪駅です。
開きます。ご注意ください。
はい、ということで到着しました。名駅です。いやー長かった。朝5時に出て着いたのが12時半です。ということで快速特急新沼駅が発車していきます。到着しました。名駅です。はい、ということで、現在名古屋駅外で歩いてますけど、滞在時間わずか1時間で東京に帰ります。お昼ご飯と、近鉄のチケット発売発券、ぐらいですね。これをして帰ります。はい、ということでまた名鉄のホームに入ってまいりました。多いっすね本数。ということでこれから東京に帰ってきます。到着しました。豊橋です。
結構戻ってまいりました。でこの後また東海道線に乗って静岡県を横断していきたいと思います。こちらは飯田線のあれですね、211系飯田線だから2ドアのあの天空クロスシートが備え付けられております。はい、ということで到着しました。沼津です。ということでこれなんか沼津の駅もやっぱ歴史が感じられるような作りですね。この木木っていう感じが。ここから御殿場線に乗り換えていきます。211の方が閉まるのは遅いんですね。ドアが肉眼で見るともうちょっと明るいです。ということで普通熱海行きの列車が出発していきました。それではホーム移動していきましょう。小田急線を使って東京都内進入を目指していきたいと思います。はい、ということで新宿到着しました。はい、ということで東京駅に無事に戻ってまいりました。今回使った切符、今回かかった金額などを、ご覧ください。はい、ということでご覧いただきました。まあ大体これぐらいの額使って、今回実際ちょっと新幹線に乗ってしまったりなんかオーバーになってしまった部分があるので、もうちょっと安く行くって方法はこれ以外にもあるのかと思います。でも実際に1週間以内でこれだけ安い金額で行けるっていうのは他には多分ほぼないと思うので、皆さんもまあ時間があったりお金がないという方はぜひやってみてはいかがでしょうか。はい、この動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。